左にある細長い島が、パラアン島・パラワン島は、フィリピンの南西部にある島。北西を、南シナ海、南東を、スーリュー海に面し、ミンドロ島とボルネオ島の間にまたがる、南北の長さ3 9 7キロメートル、東西の幅の平均約4 0トルと極端に、長細い島である。ルソン島、ミンダナオ島、サマール島、ネグロス島に次ぐフィリピンで5番目に、 大きな面積の島でパラワン州に属す。主な都市は島の中央部にあるプエルト・プリンセッサ。コロン島熱帯雨林、密林に覆われた高い山岳地帯が島の大半を、め、南部のマンタリンガハンサ山ンが最高峰である。フィリピン最後のフロンティアなどとも呼ばれる秘境で生態系がよく残っており、エコツーリズムの対象ともなっている。 プエルトプリンセサ地底下線国立公園やツバタハ、岩礁海中公園が世界遺産に登録されている。南北に長いパラワン島の周囲には無数の小島がある。島の北西には、ブスアンガ島、クリオン島、コロン島などで構成されるカラミアン諸島があり、フィリピン屈指の良好な漁場として、ダイビングスポットとして、また高級リゾートとして知られている。島北部の町、 エルニドは高く切り立った大遺跡でできた数十の島々の景観と美しい白車のビーチで知られており、周囲に点在するリゾートアイランドへの発着港でもある。これらのリゾートは島一つを一つのリゾート施設が独占するという贅沢な作りのもので、隠れ家的なリゾートを求める観光客に大変人気がある。その他、ドゥランガン島はパラアン島の西端に接しており、 バラバク島は南端に接してボルネオ島とはバラバク海峡で隔てられている。フィリピン最後のフロンティアという言葉には開拓地という意味合いもある。パラワン島には20世紀初めまで海岸部を除き、南から順にパラワン人、ダグバヌア人、バタク人といった先住民が住んでおり、焼き畑農業を営んでいた。第二次世界大戦後、パラワン島には フィリピン中部ビサヤ諸島などから大ざ実り、プランテーションで働く、農園労働者、漁民などが農地開拓、豊かな漁場、鉱山労働、伐採作業を求めて大量に入植し、大戦直後の5万人ほど、の人口は1990年には40万人に激増した。また、ミンダナオ島西部でのムスリム分離主義者たちの内戦を避けたムスリムも移住している。 こうした急速な入植は人口過密で土地を持つ者と持たない者との対立が深刻なビサヤ地方の問題を解決するための政策でもあったが先住民の生活や島の環境との間に摩擦も起こしている。パラワン島の主な産業は農業、漁業。林業は重要な産業であったが1992年以来保護のため禁止されている。 リゾートに関係した観光業も盛んであるが、2001年、ミンダナオ島などを拠点とする過激派、アブサヤフと見られるグループがパラアン島から観光客を誘拐する事件が発生、観光に暗い影を落とした。工業は21世紀に入っても盛んであり、2011年だけでもニッケルなどの採掘を目的として429の鉱山開発申請が行われている。 植民地時代以前、パラワン島にはボルネオ島からフィリピン諸島へ島伝いに航海し移住するマレー系民族が多く立ち寄ったほか、中国やマレーの貿易商人たちも寄港し交易した。中国製の陶磁器があちこちの洞窟などで発見されている。12世紀、マレー人たちが入植を始めた。主張に引きられたこれらの入植者らは、生姜やココナッツ、砂糖、バナナ、 さつまいも米などを栽培し、豚や鶏を育てた。生形の手段は、農業、漁業、飼料などであった。16世紀のスペイン人の来航後、まず北端のカラミアン諸島が、フィリピン植民地の支配下となった。17世紀諸島には、スペイン人たちは、空洋諸島など、周囲の島々やパラワン本島北部の大隊にも、宣教師を送ったが、 地元のムスリム共同体の抵抗にあった。18世紀までに、スペイン人は、タイタイなどの町に教会を建て、モロー人の攻撃に備えて、軍隊で防衛した。1749年、ブルネースルタン国は、パラワン南部をスペインに割上した。当初、パラワン地域は、北部のタイタイに州都を置くカラミアン州のみで、支配していたが、後に三分割された。 大体をシュートとして、北部を支配するカスティーリア州、プエルト・プリンセサをシュートとし南部を支配するアステリアス州、プリンシペ・アルフォンソをシュートとする、本当南端のバラバック諸島州であった。1898年のフィリピン独立革命で、スペイン人支配が終わると、アメリカ合衆国による支配が始まった。1903年に、州の境界は変更され、 パラワン州に再編されプエルト・プリンセサが州都となった。学校建設、農業の革新、住民の集中などの政策がアメリカ支配下で行われた。第二次世界大戦では日本軍がパラワン島を占領したが、1944年頃から連合軍の構成で多数の軍艦、輸送船が沈められるなど苦境に陥った。この時期、 1944年12月14日、日本軍は連合軍上陸を前に、プエルトプリンセサにいた150人ほどの捕虜を残豪に入れ、その上からガソリンを流し火を放った。残豪を出ての山へ逃げようとした者は射殺されたが、なお11人ほどが逃げ延びた。翌45年に起こった、ルソン島中部カバナトゥアン収容所からの連合軍捕虜脱走を描いた2005年の映画、 ザ・クレート・レードはこの事件がオープニングとなっている。1975年12月下旬、熱帯低気圧が島を襲い被害多数。同じく被害を受けた、ルソン島南部も含めて死者、行方不明者250人以上を記録。第二次大戦後は、フィリピン中部からの移住者による開拓で人口が激増し、後には、欧米人向けのリゾートも多く成立した。 2001年5月には、アブサヤフと思われる集団により、プエルト・プリンセサ郊外のホンダ湾にあるドス・パルマス、リゾートから20人が拉致される事件が起き、米軍に支援された大規模な救出作戦が行われた。この事件後、パラワン島の警備は厳重になり、同種の事件は起きていない。ありがとうございます。